アレクサンデルの母妃アレクサンデルベネディクトスタニスワフ、ソビエスキは、ポーランドリトアニア共和国の貴族、詩人、劇作家。ポーランド王ヤン三世ソビエスキと王妃、マリア・カジミエラの次男。ポーランド王子。東大随一の学者、教師によって教育を受け、15歳までに多くの言語を流暢に話すことができた。1691年父のモルダビア遠征に従軍。 1696年パリ訪問時に、フランス王類14世に越権を許された際には、ヤロスは不公爵として紹介された。1697年の父の死に際しては、ソビエスキ家の内紛によってニーアクプルドビクソビエスキの対抗馬として、直期国王候補の一人となるが、王位を得ることはできなかった。1698年1月19日、 弟コンスタンティブ・ワディスワフ・ソビエスキと共に、新王アウグスト2世の体官を祝して、ワルシャワで舞踏会を開いている。アレクサンデルは、京王に気に入られ、しばらく王の親しい友人として徴遇された。同年9月、京王が率いるタタール遠征に随行し、ピドハイツの戦いに参加した。同年10月ローマに移住する母を見送って、イタリアに赴き、きと11月に、 ウィーンを訪れ、隕石の新生ローマ皇帝レオポルト一世夫妻の品格となった。1700年3月自らもローマに移住し、同月フランスのサンミシェル騎士団騎士に助任される。同年12月には、フランス星座大使、ルイド・モナコ公を通じ同国の聖霊勲章を受けた。1702年夏、中アルシャワ・フランス大使、エロン公爵により、ラーコーチの独立戦争で、 ハプスブルク家から離反したハンガリーの国王になるよう打診された。同年末には兄の所領を追わば公領を訪れたが、兄弟たちのアウグスト教王に対する大いなし計画には加わらなかった。そのままブロツワフに赴き、アウグスト教王の追放されためかけ、エスターレ伯爵夫人と愛人関係を結んだ。 大北方戦争に巻き込まれると、1706年スウェーデン王カール12世による、ザクセン遠征に従軍した。同年、アルトランシュテット条約で、アウグスト教皇の捕虜となっていた兄弟たちが、解放された後は、政治的な事柄への関わりを一切拒んだ。1709年より、ローマの文芸学院アカデミアデッラルカディアで、アルモンテカリーディオの偽名で、芸術家、 著述家、人文学者たちとの討論会に参加するようになり、翌1710年には、ローマに永住した。学院での集会中、アレクサンデルは、頻繁に自作のラテン語詞を朗唱した。彼はまた生涯にわたり、演劇をこよなく愛し、学院では自らオペラの改作を手がけた。1710年から1713年にかけ、彼は母に仕える、作曲家、 ドメニコスカルラッティ及びズアン家、建築家、フィリッポ・ユバラの協力を得て、複数のオペラの楽曲を完成させた。時折、自作のオペラに自ら出演することもあった。裁判年の1714年カプチン回収同士となり、死後は、同会参加のサンタマリアデッタ・コンチェツヨーネ、デーカプチーに教会内霊廟に葬られた。ありがとうございます。